おはようございまするわしが名古屋おもてなし部将隊前田又左衛門利家でござる。そして私愛知戦国姫隊前田利家様の妻松でございまする。本日はよう来てくれた。ありがとうございます。いやよう来てくれたな、この天気の中。はい、嬉しいございますな。おお、わしいささか緊張しておるぞ本日は。いやまたお珍しい。珍しいとは何事じゃ。わし常日頃緊張感を保ってやっておるけれども、ありがとうございます。なかなか松とこのようにして、はい、同じ舞台に立つということはないゆえな。はい、以前はいつであったか、わしらが共に戦場を。そちらの荒子駅でございますの。駅、私の利家様って。はい、ありがとう。おはようさんじゃ。そう、私松の像を建てていただいた時に、あの除幕式で利家様も誕生つかまつってくれたわけでございまするが。おう、さようじゃな。はい、あれは誠にめでたき日でござった。ありがとうございます。お主の松ができる、ま、松じゃよ、私松でございます。いや、お主の像ができる。はい、記念すべき日であったから利家様の横に。おう、さようじゃ。うんうん、こうやってやってたよ、お主が。そんななんか腰引けてませんか。違う違う、大丈夫。子供ながらに、はい、馬に乗るわし、初陣のわしを、そんな素朴ではございませんかの。ちょっとこうやってたよ、はい、それを、わ、微笑ましいなと思って、一緒にこう除幕したと、はい、いうことで、はい、それ以来じゃな、ある意味な。荒子ではそうでございますが。さようじゃ、はい、何を隠そう、この区民祭り、ほう、この荒子にて開催されるは3年に1回という話らしいではないか。そうなんでございまして、梅橋公園、そして富田公園、そして荒子公園で、なんと、あ、ちゃんと手話をしてくださったんですか。丁寧にありがたい。多分今話したのも訳してくれたんだろうな。うん、なんと、あんま無駄な話するとこの人がかわいそうだから。どう、必要事項だけを述べていこう。あー、さようでございますの。そうじゃな。なんと3年ぶりに帰ってきたということで。さようじゃ。おありがとう。もう何回も呼んでくれて嬉しいな、ちっちゃい子が。なんとなんとなんと、利家様。なんとなんと。今回のテーマが、テーマ、戦国武将なんでございます。いやー、もうわしにぴったりじゃな。そうなんでございます。もう前田家の出番でございまするの。満を持してやってきたみたいな日があるわな。もうそのような記念すべき日にこの天気。お、いやー、恵まれた。本に恵まれたな。何を隠そう、松屋、はい、このわし前田利家、はい、加賀にて何に加賀を守らせておったか、そっち分かるであろ。分かりますとも。歌ってくれよ。みんなも分かりますの。せーので参りましょうかの。せーの、龍。お、あ、本当に答えてくれた人もおったな。すごい。さよう、わし前田利家は加賀を龍にて守らせておったという伝説がある男なのだ。その龍というのは非常に水に関係しおる生物であったがためにじゃな、はい、非常に水との縁が深いという。おお、いい言い方をしたけどな、今は水との縁がわしはとても深いということで、ある意味これ、うん、祭り日和という、あ、わし前田利家の祭りらしい。利家様は雨がつきものということでございますな。雨とかじゃない、水、水水との縁が深い。だから今日は雨が降ったと。あ、もしかしたら龍もお祝いしに駆けつけてくださったのかもしれませんな、はい、だからこそもう今日はこんだけの人がわざわざ雨というのにだ、うん、続々としかも人が集まってきておるんだから。あっちの遠方の方にもね、今ご飯とか見とる人おるから。ほうほう、おーい、こんにちはでございます。ご飯食べとる人たち、こんにちは。お昼だけでございます。おー、すごいな。ねえ、荒子シュー食べてね。シュクリームでございますな。あ、さようさようさよう、よう知っておるな。あれ美味しいございました。あ、美味しいよな、あれはな、うんうん、ここは息があったな。はい、ここだけ、ここだけは今、今のとこ今どう訳しておるんですかの。シュクリームそれを今多分訳してくれたと思うよ。その言葉を。さようでございますな。さようじゃ、うん、さあ松屋、はい、この荒子区民祭り、そして荒子の像と、うん、わしらは当然ながら何故荒子に来とるかっていうのはこれみんな知っとると思うけれども、改めて説明をせねばならん。おお、さようでございますな。さよう、うん、この中でわし前田利家がなぜ荒子に来ておるか分かるというもの。何故わしが荒子に来ておるかが分かる。はい、松ありがとうございます。よいぞ。いやいや、言うたってよ。はい、はい、ぜひぜひ。言わんのか。はいって言ったくせに。ちょっとボケてみようと思います。あ、さあやろうか、はい、良いボケだと思うぞ。名古屋おもてなし部長隊見渡してもそんな鋭いボケするやつおらんからな。なんか怖いでございますの。本当にさすが、さすが。もういいでございます、もういいでございます。恥ずかしくなるので、どんどん言ってください。お、誠か、はい、わしはこの荒子の出身なんじゃな。うん、実は
そしてわしの甥である前田慶次郎という人間も、こちらは花の慶次という漫画でも非常に有名だが、はい、二人ともここ荒子の出身であるということ、うん、何を隠そう荒子観音、すぐ近くにある荒子観音、あちらはわしが越前府中、今の福井県じゃな、越前府中に初めて白餅大名となった時に18歳ぐらいまではここ荒子にずっと住んでいたということで、わしの人生が63で、生涯を閉じたということを考えれば、うん、まさに生涯の半分はここ荒子で過ごしていたということになるわけじゃん。故にこの荒子という土地はわしには非常に縁深きものであると。また松よ、はい、お主も非常に幼き頃からここ荒子で育ったな。さようでございまするの、うん、私は私と利家様のもともとの関係は夫婦ではございませんの、他人でもございませぬいとこでございましたの。さようじゃな、今では考えられんじゃろう、いとこが結婚するという、はい、利家様の父上様の妹の方が松の母上でございまするの。さようさよう。そう、そして私の本当の海の父上様が戦で命を落としてしまい、その後に後に、うん、まあ、4歳ぐらいでございますの、はい、前田家に養女として入れていただき、まずは4歳からこちら荒子、そして利家様のもとにずっとご一緒させていただいておるんでございまするな。さようじゃな、うん、また若い時じゃな、10代とか20代前半まではわしはずっと信長様のもとにおったわけじゃ、はい、ゆえになかなか荒子に帰ってくることできないんだ、はい、なんだけれども荒子の家督、つまりは荒子城主になった時には、うん、もうそれ以前に帰ってきてここの城主になる手はずを整えておる時に再会したという形で、うん、わしと松は結婚と、はい、いうことになっていくわけなのだが、はい、まあ何を隠そう当時はな、うん、信長様にもあまりこう賛成されない間柄で、実は殿には2年間ほど黙っておった時期があったというのをみなみな知っておるかな。秘密の恋でございますの。それはもう禁断の今の風で分かりやすく、そうだな、出ないでください。ちょっと今自分で言って、はい、何を言っとるんだろうと思ってしまった自分がいたから、はい、申し訳ないけれども、禁断の恋で、ほう、かつその祝言、うんうん、わしらの祝言と今の結婚じゃな、結婚式、うん、この祝言を挙げるときには有名な話じゃ、はい、豊臣秀吉という方がおるな、はい、豊臣秀吉という名前知ってる人、はい、あ、当然みんな知ってるわな、授業で習ったであろう、だからわしよりも有名人だからな。いやいやいや、もう同じくらいでございまする。そうだな、あ、秀吉とわしは同等ぐらいなんだけれども、だからその豊臣秀吉すらなくていいんだよ、ごまを、はい、な、秀吉、この秀吉と尾根殿が結婚する際には、はい、わしと松がその仲人を務めて、そうなんでございます、わしと松が結婚するときには秀吉と尾根殿が仲人をしてくれたという、はい、そうなんでございます。ちなみにのそのかの秀吉様とはお隣同士で本に味噌や醤油を都合し合ったものでございまするの。ああ、さようじゃな、うん、まあ秀吉は非常にケチな性格だったから仮説とのになかなか渡さんというちょっと強情な性格でもあったけれども、いやいやいや、それを思えば、まあ、当時は、うん、いくら豊臣秀吉かの有名な豊臣秀吉ともいえども、うん、当時の身分はわしよりも下であったからな。そうなんでございます。これなかなかの知らん方もおるんじゃ、これ、はい、秀吉といったらもう天下人でしょみたいなところから、うんうん、わしのことを初めから下に見る者もおるけれども荒子のためには声を大にして言いたい、わしは豊臣秀吉よりも身分は高かったのだ、はい、どんだけ小さい男なんでございますか。ちっちゃいなあ、妻に言われたら余計それを感じるな、自分の小ささを。いやいや、もうでも当時は本当にわしの方が上で、ある意味わしのことを前田様と秀吉は呼び、わしは秀吉のことを幼名日吉と言ったんだけれども、うん、おい日吉と言って呼んでいたという間柄、うん、そこから藤吉郎、うん、木下秀吉、橋場秀吉、豊臣秀吉とどんどん登っていくわけだ、あいつは。そう考えるとわしは38まで荒子におったからな、はい、ある意味出世は遅れたんじゃ、わしは、うん、出世は遅れたが、その分この荒子の民たちとのつながりというのはより密接なものであったのじゃな、うん、だからこの現代においてもじゃ、知っとるか、これあの個人名だからあんまり出すものではないやもしれんけれども、荒子観音すぐ近くには奥村という姓が、あ、知っとるか、はい、もう奥村と言うたらもうそれこそ荒子衆でございまするの。さよう、シュークリームじゃないぞ今度は。衆というのはあっちの、お、受けたなこれが、なんで衆面白かったかな、さほど面白いこと言ったつもりなかったんだけど、荒子衆、シュークリームの方ではなくて、荒子でわしに仕えておった者たちのことを後々荒子衆と言うとったわけだな。いい風にあの囲っといたでございますの。囲っといた、お主ちょいちょい言い方にトゲがあるけれども大丈夫か松失礼いたしました。よいぞ。
その荒子衆と呼ばれる中でも筆頭でござった奥村という人間がおったんやな、うん、奥村助右衛門家富という有名だな。懐かしい名前でございますな。さようじゃ現世では会えとらんけれども、この奥村というのはわしにずっと終生仕えてくれた、前田家にわしの親父の代からずっと仕えていたということで、はい、そう、もう命も救っていただきの。さようじゃ、もう一人重心を追ってな、村井又部、うんうん、この村井又部っていうのはその命を助けたという意味では有名な戦、長篠の戦いという戦い、まずは分かるじゃろ、はい、非常にわしにとっては難大きい戦でござった。大事な大事な戦でございまするの。さよう、長篠の戦いというのはだな、馬防柵という柵を作って信長様が初めて鉄砲を戦に持ち込んだ画期的な戦でござったのだ、はい、そして当時無敵と言われた武田騎馬隊を倒しての天下不武により一歩近づいたという戦いであったのだが、その戦いにおいてわしはなんとその鉄砲隊の指揮を任されておったわけじゃ、はい、にもかかわらず、ここからは完全にわしの不徳でござるが、その馬防柵をわしは乗り越えてね、はい、か馬防柵っていうのは騎馬隊、うん、つまりは馬に乗ってるやつらがそこを越えてこれないように作った柵なのだ、うん、要はそこから出るなということなのだ。そうそうそう、暗に、うん、なんだけれどもわしはその柵を乗り越えて、うん、武田軍に突入してたわけだ。まあ当時でいうと利江様はかなり背の高い方で、はい、さようじゃ、当時は平均身長140センチ台であったから、ね、はい、の割にはさよ、わしは400年前から身長変わってないから182さよ、今で言うたらば2メーター超えの巨人と思っていただければいい。そうだからきっと低かったんでございましょうの。さよじゃ、向こうのグラウンドからチェホンマンが走ってくるみたいなもんだよおーってなるじゃん普通の人は。でも違ったんじゃな、わしもな馬に乗ったわけだ、はい、これで一気にわしはもう功を上げてだな、出世してやるぞと思った矢先じゃ、うん、はい、もう一番槍バーン合わせに行った相手に足バッサー切られてな、痛ーい言ってわしはこけたわけだ。うん、そしたらば、まあ、もう死ぬのを覚悟したよわしは、うんうん、あ、死ぬんだわしはと、はい、腹くくったわけだ。そしたらば後ろから、はい、ある男が駆けつけてきたわけだ。ほう、そしてその男のわしは影だけ見えとったけど、その男が相手の刀をパーン弾いてザバーン切って、トモーって言ったやつが村井長頼という、うわー、なんてかっこいいんだと。男前でございますね。さよう、そんなやつに対してわしはありがとうと言って、わしはだな、うんうん、肩を担がれて足引きずってわしはこうやって帰ってったわけ、うん、そうなんでございますな。さよう、もう殿からどしかられての、いやいやいや、でも、はい、忘れられない戦、うん、そんな中においてじゃ、村井と奥村というのは比類なき働きを見せて、はい、その後には前田家、これ前田家には欠かせない重臣の二人、奥村家と村井家というのはわしの遺言でも後世に伝わるまで大事にせねばならぬぞという遺言を残したほどの名家でござる、うんうん、その奥村という表札を見るだけでもうわしは感無量と申すかな、うん、ああ奥村懐かしいなと、うん、だからわし知っとる者もおるかもしれんけれどもだな、まあ、知らんか、わしな月に一遍は荒子観音に手を合わせに実は参っておるのじゃ。おお、さよう、利江様が、さようじゃ、まあ、これはある意味荒子に住まう者は当たり前ではないかとわしは思っとるんだが、この中で荒子に今住んでるよっていう人、荒子に私は住んでるよと、なんであげんのじゃ誰も住んでおらんということで、そんなわけないだろう住んでる荒子区民祭りだぞそっちはアラコじゃな、なあ、アラコ観音さん手合わせるじゃろう、ほら、あっちも上がったな、アラコ観音さん手合わせるじゃろう、お主だぞ、お主だぞ、目やっとるはずだ今、そうよさよさよ、合わせるよな、ほら、さすがでございますな。あ、アラコのものはみんな手を合わせるんだよ観音様には。利江様結構グイグイ行くでございますの。グイグイ行くよ、そんなもん当たり前だろおうおう、久しぶりに帰ってきてんだこっちは、いささかこの喋りにくい状態でね、あ、わざわざカブ様で全然首も振れないし、今日は清掃でございますの。清掃も常に清掃だけどな、うんうんうん、でもこれは本当にもう特別な時にしかかぶらないものだから。へえ、あー、じゃあもう本日さよ、かぶってきたけれどもまさかなトークショーということでめっぽう向かない状態なんでだって顎を締め付けてる状態だから、あ、口を開くのが結構大変なんじゃこれは。さようでございますの。あとなんか、はい、テントとかこう大変そうでございましたの。そうなんじゃわ。もうちょっと余談になるけどこれ話していいか。あ、どうぞどうぞどうぞ。いいのか、はい、すまんな、せっかくいい歴史の話をしたにもかかわらずじゃあここからはちょっと、はい、まあ、皆々に微笑んでいただけたらいいなと思うんだけれども、うん、この兜、まあ、まずこのなぜわしがこのような兜をかぶっとるかみんな知らんじゃろ。
だからそれについてもじゃあちょっと説明をしよう。おお、はい。この兜、実は変わり兜というものが当時は流行っておったのだが、なぜわしがこのように長い兜を着用しておるか。戦をするという時にだ、相手と刃を交えるという時にこの長さでは邪魔じゃろ。普通思わんか、そっち思わんか、思うじゃろうなあ、絶対邪魔なんじゃ、うん、にもかかわらずわしはなぜつけたかというと、派手、その一言につき、うん、馬で行軍する際にはこの毛がなびくわけだ、はい、それを敵が見ることによって、また味方が見ることによって、うちの殿の派手さたるやと。ただこれ戦になる時には実はここの長さがシュッとなった状態の、もう一個兜が実はわしはあるんだよ。ちっちゃいバージョンか。兜を戦場に着く直前に、よしここまで来たぞって言って外してたな、稼いって言って、その短い方をかぶって、よし行くぞって言ってこう戦うわけだ。ちなみに行軍中はここは和紙で漆を固めてたな、いつでも切れるようにしておった、うん、なぜかというとこういった木があるわな、こういった木を走っておって、木に当たった時に首が完全にドーンって持っていかれるわけだ、うん、そしたら戦前に首しまって死ぬわけよ、はい、それを防ぐためにここを紙にしておけば、木が当たった時でサバーンと切れるわけよ。ダサいけどな、たくさん持ってたんでございます。さあよ、そのうちのこれがな、うんうん、その行軍中のものであったと、うん、ただ現世によみがえってはな、やっぱわしには不向きな場所が多い。屋根っていうのが存在するじゃろ。本当にな、たまにイベント先行くと一人だけ脳を埋まってるんじゃないかっていうぐらいのこの腰の高さで移動しなきゃいけないわけだ。まあでも派手に越したことはございませんしの。そうじゃね、はい。まあでもせっかくこの荒子区民祭りじゃん、うん、荒子中川区民祭りに中川区民祭り2人揃って帰ってきたのだから、本日はこのテントもあることだからな、うん、練り歩いて、お、まあ、南田の交流も図りながら、はい、まあ、この区民祭り盛り上げていけたらなと。そうでございます。なかなか撮れないツーショットでございます。せっかくじゃ、最後にこの中央で、うん、わしと松でポーズ決めて、左真ん中右と10秒ずつ写真タイム作ろう。おお、参りましょうか。さようじゃ。ではではでは、お客様から見て、右側のお客様から前、こちらから参るか。じゃあ、はい、愛知で良いでございますか。いいよ、では私が言うか。ああ、ありがとう、松の人形が、ありがとうございます。おお、ほんとじゃ。ではでは、私たちの姫隊はお写真撮るときに決めとる言葉がございまする。それはな、松がの、参りますぞ、せーのと申します。皆々様で大きな声で元曲、はい、あいちーと言ってくださいませ。このトシー様、ちーで笑顔になってくださりませの。口のちーが作れないんだ今これ。あー、ちーと優しい目元でお願い申し上げます。ちー、はい、はい、ではでは参りますぞ、せーの、はい、あいちー。5秒前、4、3、2、1、終了。ありがとうございます。では真ん中参ろうか、松。では参りましょうかな、参ります。本日はこの区民祭り、共に楽しんで参ろうか。はい。では皆の衆も本日は存分に楽しまれよう。ありがとうさんじゃ、皆の衆、さらばじゃ。ありがとうございます。ありがとうさんじゃ、はい、ありがとうさんじゃ。私いけない。だいぶミステリアスな音楽を使われるのね。これ姫隊の曲で。さようか、マジ初めて聞いたかもしれんぞ。いやー、おい、じゃあプレイモードを何をしに行く。わー、なんでございますか。あら、なに、なに。いや、何も言ってないから。何も言ってない。これちょっと所長がちょっと絵を見せたってよ。これはもしや、わしらも今日本日身につけておる、このナッピー、ナッピー矢印、これ、トシエ様でございますか。だいぶ可愛くなっておりますが。こんな現代チックな文あるかい。形だけ昔風にしてくれたけど。ちと松、開けてみてもよいでございますか。あ、確かにこれ、姫隊じゃな。トシエ様。歌なしバージョン。ちょ、読んでもよいでございますか。読め。トシエ様、久しぶりっぴ。久しぶりっぴ。ナッピーってブリッピーって喋るんでございますの、最後にピが。あー、なるほど、めんどくさいタイプだ、はい、今区民祭り会場で第2回あなたは誰に会いたい戦国武将総選挙をやってるっぴ。トシエ、トシエ呼びしてナッピー出てこいや。トシエ様、これは私たちもぜひ投票に。いや、もちろんじゃ。まあ当然ながらここ中川区で行われとるという言葉だぞ。投票する人間は決まっておるわ。あ、戦国武将総選挙、いいかい、政界もアイドルも今や総選挙、総選挙うるさいけれども、はい、そんな中で戦国武将でも総選挙を行うという、もうこれは清き一票を、採用じゃない、清き一票は誰に入れるか。前田利恵にどうぞ清き一票。ありがとう、ありがとう。前田利恵、
田俊恵前だけを見てまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、よろしく。ありがとう、はい、ありがとう。さあではこの中でわし前田俊恵に投票するというものよ。大きな拍手を。いや小さいな小さいな、もっと大きな拍手を。ありがとう。いやこの選挙もろだな。もろだな。おお、そうでございますの。わしに会いたかろうで皆の衆。ではこの総選挙の投票も含めて、はい、わしら早速練り歩きと参るでの、はい、本日はこのあいにくの雨模様ではある。されどもせっかく皆々駆けつけてくれたのじゃ、はい、存分に祭り楽しまれよ。最後に皆々田とともにこの祭りの成功を願い勝ち時をあげようではないか。ああ、よいでございますの。わしがそれと言うたら、はい、えいえいおーと3回、よいな、3回えいえいおーと大きな声を上げてしまいにしようまい。では皆の衆、はい、準備はよいか。松も参るぞ。はい、参りましょう。中川区民祭りの成功を願い、それ！えいえいおー！えいえいおー！えいえいおー！ありがとうさんじゃー！ありがとうございます！前田俊恵殿、松野殿のトークショーでございました。皆様、今一度拍手をお送りください。